リリアン・ワトソンリリアン・ワトソンはイングランド・ロンドン生まれの女子テニス選手。1884年に第一回大会が行われたウィンブルドン選手権女子シングルス部門で妹のモード・ワトソンとの姉妹対決の決勝に敗れて準優勝になった選手である。世界最古のテニストーナメントであるウィンブルドン選手権は1877年に オールイングランドローンテニスクローケークラブで第一回大会が行われた。最初は男子シングルスのみで始まり、初代優勝者はスペンサー・ゴアであった。女子シングルスはそれから7年遅れて1884年に第一回の競技大会が行われた。参加選手は13名で、決勝戦はリリアン・ワトソンと7歳年下の妹、モード・ワトソンとの姉妹対決になった。 リリアンは妹のモードに8から6、3から6、3から6の逆転で敗れ、ウィンブルドン選手権で第1回女子シングルス優勝者になることはできなかった。ウィンブルドン選手権の女子シングルスでは、第3回大会の1886年から大会前年優勝者を除く他の選手たちがチャレンジラウンドを1回戦から勝ち抜き、 それを制した選手が前年優勝者と決勝を戦う、オールカマーズファイナル方式で優勝を決定した。リリアンは1886年の女子シングルス、チャレンジラウンドでベスト4に入ったが、ブランチビングリーに3から6、6から8で敗れた。リリアンとモードのワトソン姉妹は、1886年を最後にウィンブルドン選手権から退いた。 姉のリリアンは1918年5月27日に60歳で亡くなり妹のモードほど長生きできなかった。第1回ウィンブルドン選手権で行われたリリアンとモードのワトソン姉妹対決の決勝から117年後2001年の全米オープン女子シングルス決勝でビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹が姉妹対決の決勝を実現させた。この決勝対決は ウィンブルドン選手権でも2002年2003年2008年2009年の4度実現する。2017年全豪オープンまで総計9回行われた黒人姉妹の決勝対決は妹のセリーナが7勝2敗で大きく勝ち越している。ありがとうございます。